シェムリアップ国際空港とは、カンボジア王国のシェムリアップにある国際空港である。アンコール国際空港との相性もある。国際線ターミナルカンボジアのアンコールワットの南西に位置する。一石保護のため、原則的に南西側滑走路からの着陸、北東側滑走路からの離陸となっている。2005年、新たな国際線ターミナルがオープンし、 大幅に利便性が向上した。しかし、平屋建ての空港であり、収容人数が少ないため、フライト時刻によってはイミグレーション前に足止めされることがある。かつては空港使用料として、出国時に25米ドルを支払う必要があったが、現在では航空運賃に含めるように変更されているため、別途米ドルを残しておく必要はない。なお、 シェムリアップ国際空港から同日に入出国することはカンボジア政府の意向により原則認められていない。現在、シェムリアップ国際空港の出国後エリアにある出発便表示板にはゲートには1分で到着しますという旨の表示がなされるようになっている。遺跡保護と観光客誘致のため移転拡張計画が進められている。中国の資本により、 市内中心部から東方5 0トルの場所で新空港が建設されている。新シェムリアップ空港はカンボジアのシェムリアップ州外にコムで建設中の空港である。2023年3月の開港予定である。シェムリアップ中心部から南東に5 1トルの場所に位置する。現空港は遺跡保護のために離着陸に制限があり、振動により、 遺跡に影響を与えるという懸念もあり、新空港の建設が決まった。2017年、雲南省東資空港集団参加のアンコール、インターナショナルエアポートインベストメント仕様、リミテッド、がボット契約を結んだ。ありがとうございます。